始まったぞ。ちいこほかのとってんぼんこじょ、ハイテンションツインテールのアリさんこと永田アリサじゃっと。今日は地元鹿児島伊豆の観光大使を目指すべく、地元のわっぜよかと声を届けていった。シーまでゆっくり見ていくんやよ。さあ、私は今どこに来てるのかというと、以前ね、アリさんのおやっとさあ情報局でも紹介したことのある東光山公園に来ております。ちょっとね、木があるんであれなんですけど、夕日がねちょうど映る時間帯、怖いこの坂子供たちもたくさんいてすごく楽しそう。ローラー滑り台があるのでね、ちょっと人がいなくなったら滑れたらなって思います。家族を発見したので行きます。東光山公園はね、上に展望台があって、展望台から泉市を見渡すこともできるので、ちょっと上にも行って皆様に絶景をお見せしたいと思います。時間帯もね、夕日のある時間帯なんで綺麗なのが撮れるんじゃないかなって思います。ちょっと植物多すぎて嫌ですね。一番上まで上がれるので上がっていきたいと思います。疲れた。このね、この上に登れるので登っていきます。最上階にはカップルがいたので、ちょっと一段下の3階で泉市の絶景を皆様に見せたいと思います。3階からの景色ですが、こんな感じになってます。海と田んぼとお家と自然に囲まれてます。ここに映っている恐竜は私がよく遊んでいた恐竜たちです。さあ、絶景が撮れたということで、次はさっきね、映ってた白い橋を渡りたいと思います。特に何もないと思いますが、渡ります。今日は、ママと弟と一緒に来てるんですが、みんなね、カメラに映りたくないみたいで、必死に逃げてます。さあ、今、橋を渡ってます。ただ、こっからの多分、夕日めっちゃ綺麗だと思う。どう？ほら、ほら、すごくない？ちょうど夕方だからめっちゃ綺麗です。こんな感じ。すごいガタガタ言う。こんな感じ。さあ、あとは本当に。ローラー滑り台に滑りたいが、ちょっとね、ローラー滑り台があるところが、小さな子供たちがね、遊ぶ遊具がいっぱいあるところなので、多分難しいです。今日はこんな感じで、のんびりした動画になりましたが、お散歩がてら、東光山公園を皆様にご紹介しました。遊具がね、あんまり映れてなかったんですが、たくさんね、遊具があって楽しめる公園で、そして景色も綺麗なので、ぜひ皆さん、ちょっとね、泉市に来ることがあったら、東光山公園にはいかがですか？それじゃあ、また違うスポットでお会いしましょう。バイバーイ。なんと、ローラー滑り台が開いたので、滑ります。行くぞー。あゆい。汚れそう。行ってこい。なんとね、アイトから念願のローラースレンジャー行きます。怖ー。わっ、怖い。待って、植物。
前で詰まってます。だって途中止まるんだもん。昨日動画がゆかにいちょもたしはチャンネル登録、わっぜよか評価、コメントよろしゅ頼んでな。つんのかい